掘るなよ。これいいんじゃないの。これいい。これ布団余裕でしょ。はい、雲です。今日は、はい、怖がりの下に収納、はい、ちょうど今日アマゾンさんからお客さんが来てもいいように布団セットが届くので、うん、それを怖がりの下に入れれたら、うん、高さが分かんないよね。やっていきまーす。さあ、はい、頑張るので、チャンネル登録あよろしくお願いいたします。せーの、100しかねえ。なんなら100もねえぐらいですか。100もねえ。コンクリ側から、うん、スーパーコーンのはしごまでで、うん、150切ったりする。150、結構あるね。結構あるね。難しいな。難しいですね。まあでも下柵でもいいかなと思ってるけどね。柵通し多い方がいい方が、いきなり予定が崩れきこれでもいい。あっ、あったまいな。OK。 予定変更。おお、はーい、おつま引き出しに配合していくぜ。よっしゃ。横はこれでも入っちゃうってことやな。ここは入り方入っちゃうね。はい、ちょっとでもこう、こうやって入れれば。これこのままいってみっか。このまま、なくなる。あ、はい。さて、こからどうするか。あ、でも、なんかいけそうな気もする。あ、マジか。うん。そう。おう、おう。外してみたもの。お、珍しい作業。珍しい作業。普段はやらない。だな。ボールだよ。ボールだよ。外周回れ、外周。壊れちゃった。新しい。おお、いいじゃん。いいじゃねえか。ね、布団を置いたとして、布団なんかそんな重くねえもんな。はい、これいいんじゃないの。これいい。これ布団余裕でしょ。
まあ、そうなるから。ここは大事です。お、いけんじゃないか。おー、いいな。おお、気持ちよ。ビターだな。気持ちよ。すげえ。うん、いいな。ねえ。めちゃめちゃいいね。この格子の絵面もいいね。うん。おぉ。むちゃんこいぞ。向こう。ほんと。あ。あ、こっちも。マキタインパクトできた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 、はい、これこのままいきます。はい、皆さん、こちら本日はアレスさんのアーチ水性艶消し多用途、これはね、今回のお色はブラックブラウンとなっております。うん、今日はブラックな気分かな、ブラウンな気分かなみたいな、こう悩んじゃったら、この中間色、フォーマルな場所でもカジュアルな場所でもどっちも対応できるんじゃないかしらと思いますよ。YouTuber で大変だわ。でも二度塗りだね、これきっと。二度塗りっす。 OK。 うん、いここ濡れてねえよ。なんでちゃう。話でちょっとなんか多い。だからめっちゃショックやけど。うわどうしよう。うわあ、ショックなんだそれ、おしゃれだな。それでこれだけは黒買ってんだよね。そういうとこやよな。七不思議出たな。これを七不思議出たな。マジで色間違える。はい、皆さん、今からダクトレールを黒に塗ってくるぜ。同じ値段で黒も売っているから、黒を買えば塗らなくていいぜ。あ、結構弾くな。弾くね。やっぱめっちゃ黒に出ていくぜ。めっちゃ黒に溶けそう。あ、大丈夫ですか。ね、めっちゃ黒のでもパワーは超折り紙付きだよね。うん、すげえっすよね。ね、オッケー。じゃあ結構これに塗ると茶色感強いな。茶色感強い。ブラウン感もありますか。まあでも上の上があれですもんね。うん。もう密着論塗ると全然違うな、やっぱ。全然違うね。実はこれ密着論の案件動画ってみんな知らないんだろうな。
あんな大手から。だからわざわざ間違った風に買ったみたいな。あんな大手から来たら買い直すわ。はい、ぽい、小上がりの下のデッドスペース、ぽい、いい引き出しになりました。ぽい、マジでちょっとまさきくんがふすま、これ邪魔だし使ったらいいんじゃないですかって言ったの、あれマジで良かった気がする。ジャストだしサイズね、それ規制いいし、ぽい、ここにお客さん布団を収納できたらいいな、ぽいね、ぽい、あ、照明もついた、そんな感じです。ぽい、はい、今回も頑張ってもらえ、ぽい、チャンネル登録、ぽいコメントコメント、はい、よろしくお願いします。どういうことよ、まあ、そんな感じで、はい、せーの、いじゅう、はい、はい、どんな